条約当事国により解釈権が委ねられることがある国際司法裁判所が設置された平和偶。例えば、モントリオール条約14条には、この条約の解釈または適用に関する定約国間の紛争で交渉によって解決することができないものは、いずれかの紛争当事国の要請により仲裁に付託される。仲裁の要請の日から6ヶ月以内に、 仲裁の組織について、紛争当事国が合意に達しない場合には、いずれの紛争当事国も、国際司法裁判所規定に従って、国際司法裁判所に紛争を付託することができると、定められた。条約の解釈は、条約当事国の意思に適合するように、条約規定の意味と範囲を確定することであり、条約の具体的な適用条件を確定するための方法である。 大きく分けて三つの解釈方法に関する立場があるが、これらの立場は場合によって使い分けられるものである。条約法に関するウィーン条約31条1項では、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして、与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈しなければならないと定められた。このような客観的解釈と呼ばれる解釈方法が、 条約の解釈の原則的な方法とされている。条約の解釈権は一般的には条約の当事国に認められる。しかし、条約当事国が条約上の合意や条約締結後の合意によって解釈を国際司法裁判所のような第三者機関に委ねることとする場合もある。条約の解釈の方法として客観的解釈、主観的解釈、 目的論的解釈という三つの立場が存在する。これらの立場は必ずしも相互に排他的というわけではなく、明確な区別は困難なものである。そのため実際にはこれらの解釈方法が場合によって使い分けられている。客観的解釈とは条約当時国の意思は条約の文言に表明されているとして、何よりもその用語の自然の意味、または 通常の意味内容により客観的に条約を解釈すべきという立場である。文言主義解釈とも言われる。国際判例においてもこのような解釈方法を認める判断が多い。主観的解釈とは条約当事国の意思は必ずしも条約本文に条約の文言に表明されてないため条約準備作業の経緯、その当時の政治的、 経済的状況などの背景事情を含めた一般的な文脈を考慮して総合的に条約を解釈すべきであるという立場である。意思主義解釈とも言われる。しかしこの解釈方式には条約解釈の判断が恣意的に流されやすいという欠点があり、法的安定性を害する恐れがあると指摘される。目的論的解釈とは条約を起草者の意図から、 ある程度独立した一般的な目的を持つものとして捉え、そのような一般的な目的に照らして条約を解釈しようとする立場である。この目的論的解釈に含まれる考え方として実効性の原則と言われる立場がある。およそ事物はこれを無効ならしむるよりも有効ならしむるをもって、かとするという考え方に基づき条約の目的達成のために 有効な解釈を行うことを主張する立場である。例えば、コリフ海峡事件国際司法裁判所判決では、この種の規定が意味ないし効果を書くに至る解釈を認めることは、一般に承認された解釈規則と両立しないものであろうとの判断を示して、協定の解釈を行っている。条約法条約十一条一項では、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして、 与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈しなければならないと定められた。用語の通常の意味に、自はなければならないとした文言から、条約法条約は、上記の解釈方法の中でも、客観的解釈を原則としたとされている。用語の通常の意味とは、文法的な分析のみから理解されるものではなく、条約の文脈における用語の検討と条約の趣旨、 目的から得られるものであるとされる。具体的には条約の文言だけでなく条約締結の際になされた当事国の関係合意や当事国による解釈宣言の中で他の当事国も認めたものなどの文脈によって解釈される。条約の文言が不明確な場合には条約の解釈、適用に関して当事国が条約締結後に行った合意や慣行などといった 後からの実行を考慮して解釈することが認められる、認められる。そしてそのように、後からの実行をも考慮して解釈する場合、条約締結時と条約解釈時という異なる時点のいずれにおいて適用されている法規に従うのかという問題が生じることとなる。例えば1971年のナミビア事件、国際司法裁判所韓国的意見では、 文明の神聖なる使命という国際連盟規約22条1項の文言について後からの実行を考慮して解釈時において支配的となっていた法制度の中で解釈されるべきと判断された。上記のような一般原則による解釈によっても条約の意味が不明確な場合や常識に反し不合理な結果となる場合には条約の準備作業や条約締結の際の事情を 補足的に考慮して条約を解釈することが認められた。こうした解釈手段は上記の一般原則に代わる解釈手段ではなく一般原則による解釈を助けるための補足的なものとされている主観的解釈にあたる解釈方法である。条約文それ自体で十分に意味が明白である。場合にはこうした解釈手段を用いる必要はない。条約は 複数の言語で作成され、そのすべてが等しく、成分とされることが多い。例えば条約法条約は、英語、スペイン語、中国語、フランス語、ロシア語で成分が作成されている。このように複数の言語で条約の成分が作成された場合、それぞれの成分で用いられる用語は同一の意味を持つものと推定されるが、実際には多少の食い違いが生じる。 そのような場合には、すべての成分について、最大の調和が図られるような意味を採用すべきとされ、最終的には解釈権者の解釈に委ねられることになる。成分ではない言語による訳文は、国際的な権威を持たないため、約文による条約解釈は、国際的には通じない。条約の解釈宣言とは、複数の条約解釈が可能な場合に、 その中の一つの解釈に限り拘束されるとする条約当事国の一方的な宣言である。条約の特定の規定について自国に対する法的効果を排除、または変更するために行われる留保と違い、条約の自国への適用を排除、変更することを目的とするものではない。しかし実際には、形式的には留保であっても解釈宣言に相当する場合、 逆に解釈宣言の名のもとに留保が行われる場合もある。ありがとうございます。